はい、どうも、速稼塾の久保でございます。今日は12月2日朝5時5分の相場解説になりますけども、解説の前にちょっとね、お話したいんですけども、FX を始めて5年目になって、もうすぐ6年になるんですよね。で、私がずっと思っていたのは、FX でずっと勝てない人っているんですよ。例えば、3年やっても5年やっても10年やってもね、まだ FX が全然自分の手法になってないと。自信を持って勝ち切れると、考えられないって人がいるんですよね。いや、さすがにね、5年とか10年かけて FX が解釈できていないっていうのは、もうこれは向いてないとしか言いようがないと思うんですよ。まあ、理由は2つあって、1つはね、毎日やる情熱がないってことで、もうこれはやっててもしょうがないかなと思います。もう1つはですね、毎日やっていても全然勝ちが見えてこないっていうのは、もうこれは完全にね、センスがないんですよね。センスがない以前に多分基礎用語も覚えてないし、トレーニングもしてないのかなと思うんですよ。で、本当に全体の雰囲気で勝つ負けるみたいな感じでやったりとかね。それから、ロスカットのポイントを設けていないとか、エントリーと同時にロスカットポイントっていうのを設けないといけない。これはセットで私はずっとお伝えしてますけども、それをやってないとかね。それから利益確定ポイントを自分の都合でエントリーの後に動かしてみたりとか、リスクリワードをきちんとね、まあ 2.1 なり 3.1 に設けてないとか、速稼塾で 3.1 をお勧めしてますけどもね。まあ、そうなってくると、たまたまなんですよ、毎回。ただでさえ FX を緻密にやっても、たまたまの要素が抜けないところにね、最初から最後までこうやってたまたまをやっちゃうと、勝ってもたまたま、負けてもたまたまで、これ何回やってもね、何年やっても同じですよと、超反博打ですよってことになっちゃいます。で、私が思うもう一つの理由っていうのはね、FX は長くやるもんじゃないなと思ってるのは、そもそもね、途中で資産ができちゃえば FX やる必要がなくなっちゃうんですよ。で、目的がお金を増やすことですから、FX そのものが面白くなっちゃうっていうのはこれ本末転倒なんですよね。でもそうなっちゃったらそうなっちゃってしょうがないんですよ。まあそうなったらそうなったらしょうがないんですけども、私の場合は FX に人生を費やすよりも一定の資金ができたら、あとはリスクだけですから残るのは。で、どっかでロットを増やしていった結果ね、リスクを被ってしまうか、あとはFX に使う時間っていうものはもう必要以上に使ってもしょうがないんですよね。投資の基本原則で申し上げてるのは、いくら稼ぎたくてやってるのかってことなんですよ。ね、投資の4つの要素何回も申し上げましたけども、自分の目標利益を取ったんだったらもうその世界から退場するに限るわけですよね。で、その資金を持って投資を続けたいなら別のフィールドでやっていくってことになります。例えばね、株式っていうのは FX に比べて長期投資になりますんでね、不動産を含みますんで。ですんで FX で短期的な利益を得たら、その短期的利益を長期的利益に変えていって、金利や利回りというね、リスクが少なくて、そしてリターンは少しずつなんだけども、毎年毎年あるよ、みたいな形にしておくことによって、自分の自由時間がどんどん担保されていくわけですよね。その自由時間でどうしても株や FX がやりていんではしょうがないんですけども、まだ自分の資産が十分できてない時に、好きなことにシフトしてしまうっていうのは、随分とアンバランスになってくると思いますね。はい。それで私もね、そろそろね、FX は手を引こうかなと思ってるんですよ。勝ち切った状態でやめていって、そしてその資金をもとに別のことをやっていこうかなと思います。まあ、2022年1年間は続けると思いますが、さすがに10年はやるつもりありません。ですんで、2022年を最後にするのか、2023年までやるのか、それはちょっと何とも言えないんですけども、ただね、5年後はもうやってないと思います。というよりも完全にやめてますね。その頃は、おそらく別の、ことをやってるでしょうね。FX はやるにしても、そのファンダメンタル、もしくはテクニカルを活かして、別の分野で、例えば安定した暗号通貨市場でやっていくとかってことになると思います。とりあえず FX はずっと今のままでやるかっていうと、やらないですね。はい、じゃあ前置きはこのぐらいにしまして、今日はさらっとね、相場解説の方を見ていきます。月足からね、月足から見ていきます、改めて。月足見ていただきたいんですけども、赤い線、114円の352で反発して、青いですね、陰線になってますよね。これだけ見といてください。赤いラインに到達すると、まあ、すべからく陰線になるわけなんですよ。これを、ちょっとね、印象にあるまま、週足の方に移っていきます。さあ、これが週足ですけども、どうでしょうか。週足は、買いに入ったかなと思ったら大きなひげを出して下に叩き落とされて、結局は動きとしてはこういう風になってるんですよね。まあ、ですんで、ずっとトレンドとしてはね、
右肩上がりなんですけども、もしかしたら買い足が粘り強く、さらに大きなね時間軸に影響を及ぼしてるんじゃないかなと思います。次、日足なんですけど、ここが分かりやすいですよ。日足はここを頂点にして、あとは陰線しか出してないんですよ、ね、こっち陰線でしょずっと。ってことはこの陰線の流れがここを突き破ってね、112円の808、ここを突き破って下に向かう流れを形成するんじゃないかなと思います。これもだから上位足に買い足が逆らえないというセオリーをぶち破って、買い足が塵も積もって上位足を構成してるってことになると思います。じゃあ4時間の方いきます。ますますそれが顕著になります。次にですね、こちらの方を絡んで割ってきたところがあります。112円の808を割ってきましたね。ですんで、ここは、高値が切り下がっていて、安値は、まあ、ほぼ一緒。でも、これ、おそらく時間の問題で下への圧力が、多分突き破ってくるんじゃないかなと思うんですよ。で、こっからね、ストーンと落ちてますからね。この売りの流れは、ここの圧力をぶち破ってくるんではないかなと思います。じゃあ1時間ですよ。1時間はもう完全売りですよね。こちらの方からブレイクした後、高値はどんどん切り下げていってるんですよ。で、安値も、まあ切り下げながらもちょっと踏ん張ってる状態でありますけども、そこまでね、セルの流れを止めるような形にはなってないかなと。何よりもこの1時間足の売りの連発が積み重なって上位足に影響を与え始めてるんじゃないかなと思うんですよね。まだまだ様子を見ていこうと思いますけども、あと少なくとも1日ね、もしかしたらこれは全体的な買いの流れ、ずっとその買いの流れがありましたけども、これをね大きく塗り替えて12月はセルで終わっていく、2021年はセルで1年を締めるんではないかなって記載してきました。1時間足がまだまだね売りの流れを作るようでしたら、これはね4時間足や日足、ひいては週足や月足にも影響を与えて売りの流れを作るかもしれないなと思っているところですね。ですんでね、ずっと右肩上がりのトレンドをずっと見てきたんですけども、そしてそうだと思いましたけども、これは転換が起きている可能性があるなと判断します。それでは今日と明日もう一個じっくり見ていきましょう。それでは。